鳥谷が臨時コーチで4年ぶりトラ復帰、懐かしかった。19年シーズン以来4年ぶりのトラ復帰、黒色のトラジャージーを羽織り、守備を中心にアドバイスを送った。練習後はマスコミに囲まれて、ファンに囲まれ、懐かしかったですと冗談交じりに笑顔。11日まで3日間臨時コーチとして指導する。糸原、俺はトーリターに大合唱。そらあれだけ世話になったどんでんが復帰してるんだし、来てくれと言われたら絶対に断れんわな。捨てられた身分なのに欲の子の子と戻れるな。ロッテで骨うずめろよ。鳥、ありがとな。どんでんの人望よ。こいつもコーチ断ったのかな。どんでんじゃダメだろうから次にかけたか。どんでんは当時監督してた時の選手から地味に好かれてるからな。今岡は指導能力ありそうやから楽しみやわ。球団職員みたいないでたちだな。引退してから気づいたけど、プロ野球選手にしてはめちゃおしゃれだよな。終身名誉ショフト。守備範囲広かったよな。どんでん、鳥、あれな、鳥谷。はい、鳥谷家阪神臨時コーチ就任へ。鳥谷って阪神が好きなのか嫌いなのかわからない。岡田が監督の時は良かったけど、金本監督の時はかわいそうだったな。ほんまなんのわだかまりもなく戻ってきてくれたんはどんでんのおかげやで、ありがたやありがたや。城島はホークスの臨時コーチ、みんな古巣に戻るんやな。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。